いつら切っても死なないどころかダメージが通っているの？ていうか、突破すればするほどどんどん増えてきてるんだけど。うへー、どこにこれだけ隠れてたの？全然気配がしなかったけど。一体一体はそれほどでもないが、数が多いな。上級魔族ではないようだが、この不死性、どうやら色族というのは見た目以上に厄介なようだな。確かに見た目がちょっとね。ほう、生きのいい人間だ。我らに囲まれてまだ戦意がなえんか。この程度のことにひるんでいてはタイマ人は名乗れん。さあ行くぞ、片っ端から切り刻んでやろう。水木ゆき風一番乗りよ。私の活躍見ていてくれた？っていうか本当に死なないじゃない。これじゃあ先にこっちが疲れちゃうよ。そうね、まさか色族がこれほどと。全員バラバラになるな。背を合わせて死角をなくすんだ。体力の消耗を抑えろ。ここまでですか、主様。いや、桃地はこの色族たちから情報を得たんだろう。ならこの問題を突破したということだ。突破できるなら答えがあるってことだ。全員この程度で諦めるなよ。この程度と言うたか。生きのいい若者が来たものだ。うっ、大丈夫？
ビビってる暇があるなら手と足を動かしなさいよ、バカ風魔。分かってる。にしてもよくわかんない種族だね。死なないし、その能力に任せて向かってくるし。ええ、なんというか、すごく好戦的な種族のようね、あいつら。奇妙な種族ですね。ええ、でも観察している余裕はないわよ。数が減らせないというのは純粋に厄介なもんね。ええ、みんな気をつけろ。次の攻撃が来るぞ。水木雪風、一番乗りよ。ママじゃ完全に囲まれてしまうわね。これが色族。魔族にはこんな奴らまでいるのか。どうすればいい？ちょっと、せっかく凍らせたのを砕かないでよ。こちらの攻撃を学習してますね。これはちょっと危険かも。
諦めるな。無敵の怪物なんて存在しないんだ。何か勝つ方法があるはず。っていうか、こんなことになるなら、なんで事前に教えないのよ、あの人。まさか、私たちをここで全滅させる気なんじゃ。疑っている暇があるなら、手を動かせ。凪は咲夜と空を守ってくれている。俺は仲間を信じるぞ。ふん、さすがは桃地東洋を下した男というわけか。でかい。あなたが、四季の王。貴様が風魔小太郎だな。詰められてもなお心は折れず、仲間を信じるか。面白い男のようだな、桃地凪よ。父上が認めた男です。そして後を託した方でもあります。戦う力は桃地東洋に遠く及ばないようだが、はてさて、その程度でどこまでやれるものか。あなたがノマドと敵対していると聞いて。貴様たちの目的は聞いておる。桃地東洋からな。桃地から？死にそうになりながらここへ来たぞ。貴様のことを話しにな、風魔小太郎。俺の？しかし、桃地東洋が言っていたよりも随分と弱そうだ。貴様、本当にその細い体で桃地東洋を退け、アスタロトの襲撃から生き延びたのか。勝てたのは
生き残れたのは仲間のおかげだ。俺一人じゃきっとここにたどり着くことすらできなかった。正直だな、風魔小太郎。嘘をつかない人間は嫌いじゃない。だが、弱い人間は嫌いだ。どうやら桃地凪は、我々色族がどのような種族か、先ほどの戦いぶりを見る限り、その説明もしておらぬようだな。色族がどのような種族か。我々色族は強い魂に惹かれる種族だ。高潔や人徳、人間が美徳とし誇りとする魂の尊厳、その香りはこの世のあらゆるもので表せないほどの美味であり、我らを興奮させる。どうやら貴様たちの中の幾人かは、我らを満足させるほどの魂の強さを有しておるようだが。どうにも貴様の匂いは、まだわからぬな。それは、なぜ？貴様が仲間の後ろで戦っているからだ、風魔小太郎。仲間を信頼し、心配する感情は悪くないが、甘えは許さぬ。その力をわしに示してみせよ。話はそれからだ、風魔小太郎。お待ちください、王よ。妖魔族で見慣れているだろう。だからっていきなり近くで声を聞くと、こう背中がゾワーって。二人とも静かにしなさい。王が戦っては勢いのまま彼を殺してしまいます。わしが戦ってはダメか。ダメです、確実に殺してしまいますので。なんか話が変な方向に向かってない？うん、なんかそんな感じだな。すまないな、話がそれた。いや、まあ、はあ。ただ、やはり俺は自分の力ではなく、仲間と一緒に力を示したいんですが。うん？俺はここまで、一人ではなかった。背中を守られ、支えられ、そして、俺もみんなと一緒に戦ってきた自負がある。俺の強さを見るというのなら、俺たちの強さを見てほしい。それじゃ、ダメですか？
無力さを隠すための虚勢ではなく、心の底から仲間と共に一心同体であると信じているようだな。構わんよ。さあ、風魔小太郎。彼らを乗り越え、わしのところまで来い。貴様の強さをわしに見せてみよう。